フィギュアスケート全国高校選手権インターハイ21日最終日茨城山新スイミングアリーナ女子フリーショートプログラム SP2 位発進の吉田ひな18イコール中京大中京がフリー13427点の合計19910点で逆転優勝を果たした冒頭のトリプルアクセル3回転 デジー OE、出来栄え点、2、4点の加点をつけるコース,スタートを切ると、その後も伸びやかなスケーティングを披露。2回転3回転の連続トーループ、ルッツトーループの連続3回転ジャンプを決めるなど、貫禄の演技で観客を魅了した。昨年はフリーでのミスが響き、4位で表彰台を逃していた。高校最後のインターハイで、初優勝、優秀の美を飾った。 昨年はシニアとして初めてグランプリ GP シリーズに出場し中国杯で優勝。GP ファイナルにも進出し初出場にして銅メダルに輝いた。2月に受賞者が発表される ISU スケーティングアワードの最優秀新人賞にノミネートされた新生坂本花植千葉萌音と共に3月の世界選手権カナダモントリオール 代表に選出されており大舞台に向けて弾みをつける演技となった。